純育。純育、純育、163年、延期6年から212年、懸案17年は、中国五圏末期の政治家。字は、文尺。予習英戦軍英院圏、現在の河南省巨匠氏の人、三国四季市、純育純有格伝、及び、五圏書、抵抗、純烈伝に、捨てがある。若いことから、斎明を歌われ。 王佐のサイトも商用され、五官末の動乱期においては、五官庁の実権を握った曹操の下で数々の検索を行い、その派行を補佐した。しかし、曹操の技巧就任に反対したことで、曹操と対立し、晩年は不遇だった。祖父の淳粛、淳粛、治は際は、淳史十一世の孫とされる儒学に精通し、老僚の霊となったが、 当時の朝廷を牛耳っていた、良貴一族を批判し、精錬な道を貫いたため、極めて名が高く、神君と呼ばれ尊敬を集めた。利方や、利用は、淳宿を主として交際した。五官の純帝から官帝にかけてその名を知られていたと、言う。淳宿が死んだ時には、村人が上がって、彼の祠を建てたという。淳宿には、子が八人おり、上から淳賢淳。純 純昆、純聖、純王、純宗、純粛、純純夫といった。彼らはいずれも評判が良く、八竜と称された。純育の父は、次男の純である。純は、少女から、最南国の僧になった。純育と、同時代に活躍した人物としては、純粛の六男で、叔父の純宗がおり、当宅に取り立てられ、四空にまで上るが、 当宅の暴政に反感する中で死去した。また、純区の三男の純安氏も、純宗と並ぶ名声を持ち、巨匠に認められた、候補静か、伊津市伝。純育の重子、ただし、純育より、年長には同じく曹操に仕えた純友がいる。純育の兄弟には、純縁、純人、純真がいる。また、純育のいとこである、純越、純越。 純剣の子は、純育兄弟や純友と並ぶ名声を博した純主家伝。純育が4歳の頃、県政を振るっていた観願投稿の娘との婚姻が決まったとされる。父の純が観願の県政に取り入ろうとしたためというが、このため純育も非難を受けるようになったという。しかし、これには、廃傷子などから疑義も呈されており、 観覧側からの圧力があった可能性も示唆している、天略。淳育は若い頃に南から王佐の際であると商用された。王佐とは特事を胸とする王道を行う君主を補佐することである。南洋の影を治むが、英戦大使であった時に取り立てられた有能な人物として、淳優、商用、各面と共に名が上がっている、商用殿が引く車掌、五官書。 189年、栄冠元年、唐卓が、劉弁、小帝を廃して、劉教、剣帝を帝位につけた後、高齢に推挙され、手宮霊、宮中の神、墨、筆などの管理職となるが、唐卓の乱が起こると、高父の霊への転職を願い出て許され、そのまま勘を捨てて、英霊戦に帰郷した。順幾は、戦乱の到来を予感し、 故郷から離れることをコローラに説得したが、彼らは故郷を離れることを渋った。ちょうど同郷の奇襲僕、州の長官の官服が騎兵を派遣して、純育を迎えたので、その招きを受けて、自分の一族だけを連れて、奇襲へと避難した。まもなく故郷は、当卓の武将の理閣らの軍勢が襲来し、多くの被害が出た。純育たちが奇州へたどり着いた時には、官服は炎症により、 奇襲を奪われていた。弟、または、二位の純人、それに、東京の新兵や角図は縁章に仕え、純一久も上丸人の礼で迎えられたが、純一久は縁章は太陽をなすことのできない人物だと、判断した。この頃、イサム武将軍であった曹操が東軍に行ったため、純一久は、縁章の元を去って、曹操のもとに赴いた。純一久を迎えた曹操は、 我が死亡であると大いに喜んだ。死亡とは、全漢の長領の字であり、流鳳が、死者の長領を幕下に加えて、歯をなしたことになぞらえたのである。初平成2年、191年、純育は29歳の時である。東卓軍は、純育の予測通り衛戦を蹂躙し、さらに沈留にも及び、多くの者が殺戮された。早々に、 東宅への対策を尋ねられた淳育は東宅が自滅することを予言し、その通りとなった。192年、初平成3年、曹操は演州の末期となり、鎮騰将軍にも任じられたが、淳育はその芝として、幕下として、常に随行した。194年、公平元年、曹操が前年に引き続き徐州の刀剣を攻めたとき、淳育は、 定育と共に曹操の根拠地である遠州の留守を任された。しかし曹操の名優であったはずの陳流大使張幕と十字の陳宮が呂夫を引き込んで謀反を計画した。純育の守る定義は張幕から呂夫が曹操の援軍にやってきたので城を開けてくれと使者がやってきたが純育はすぐに謀反を見破り純育の牧羊にいる東軍大使。 加去を厚氏の元へ使者を送って合流させた。この頃には、遠州の大半が、旅フラに呼応して、曹操に敵対しており、手元に残された、留守の兵力はわずかで、しかもほとんどの軍理が、旅フラに内通している状態であったが、純一は呼び寄せた、加去を厚氏に、軍の反乱分子を一掃させ、反乱の目を摘んだ。ちょうどその時、隣国の吉吉氏の格好が、 数万の兵士を率いて、淳区の元を訪れたが、淳区は、過去を厚しの心配を知りけ、各校と直接の面談に及び、各校を中立な立場に留めることに成功した。さらに、定育を派遣して、曹操に味方していた藩、東亜の指示を確実なものにするなど、曹操陣営に残った三条を、曹操の帰還まで死守した。帰還した曹操に淳区は、 帝育の功績を称えた、帝育伝。曹操は、過去厚氏の留守をついて牧費を占拠していた両夫と結戦したが、195年夏には大危険が発生するなど決着をつけることができなかった。曹操は、助手の刀剣が病死したことを知ると、助手を再び攻めると言い出したが、純育は、高祖、工部帝が天下を取れたのは、自分の根拠地である冠中。 河内をしっかり治めたからである。まず根拠地である遠州をしっかり治めるべきです、と痛め、さらに助州が簡単に攻め取れない事情と、旅婦の軍は兵糧さえあれば、あと一歩で打ち破ることができる状況であると述べた。曹操はこれを受け入れ、兵糧が集まると再び、旅婦と対決して、これを破り、遠州を平定した。196年、検安元年。 検定が長安を脱出し、落葉に逃れてきていた。淳育は曹操に対して、これを迎え入れるべきだと権限し、曹操はこれを受け入れて、検定を元に迎え入れた。この功績により曹操は大将軍となり、淳育は自中、少書令となった。淳育は常に中枢にいながら厳正な態度を保ったとされる。曹操は出征して、都の外にいる時でも、 軍事と国事に関するすべてのことを順幾に相談したあ。ある時、曹操が順幾に、君に代わって、わしのために策を立てられるのは誰か。と聞くと順幾は、純勇と商用ですと答えた。順幾が多忙である時、曹操は常に、その二名を幕僚とした。また、これより前に、曹操が策謀を相談できる相手として、戯れしさを推挙し、 その死後は各家を推挙した。清流派の名詞であったその人脈や人物眼から官僚の推挙や人材発掘、同軍の巡遊、巡越、商用、戯蒙司祭、各家、陳軍、戸尖、ね、新、長元、他軍の芝居、気良、花、王明ら、森木にも力を発した。登用した人材で大臣に上る者は十数人を数えたという。 純一別伝。体制しなかったものは玄蔵や伊康氏のように、地方での任務の時に落命してしまったものぐらいで、あったという。一方で、曹操が陽氷を迫害すると、こういうともに、陽氷のために弁護し、陽氷の取り調べに当たった、万長に手心を加えるよう依頼したともいう、万長伝。また、京都においては後に、曹操に反乱した。 公治の家の隣に住んでいた森紀元曹操は両夫や蝶縫いら周囲の軍友と争い続けていたが中でも炎章の存在は脅威であったあてで蝶縫いに敗北した時炎章は曹操を見下して礼を書いた手紙を送った激怒する曹操を見て人々は蝶縫いに敗北したためと見ていたが純一だけは曹操の心を看破しており 曹操の長所と炎章の短所を並べて説明し、曹操を励ました。曹操は炎章が漢中に侵入して、諸の地を得れば、自分はとうとう対抗できなくなるのではないかということすら心配していたが、純位句は漢中の頭目は十以上いますが一つになることは不可能です。関水と馬頭一族が最も強いのですが、彼らは三頭で戦争が始まったのを見れば、 各自軍勢を抱えたまま自分の勢力を保とうとするに違いありません。今、もし恩徳によって彼らを威武し死者を使わして同盟を結べば長期間にわたって安定した状態を保つことはできなくとも、公が三刀を平定なさる期間ぐらいは十分、釘付けにしておけます。商用に、正方のことをお任せになれば、公のご心配はなくなりますと言ったので、 曹操はその通りにした。昭洋は、純育の期待に応え、巧みな外交によって、漢中をしばし安定させた。198年、懸安3年、曹操は長縫と両夫を破り、炎症と本格的に敵対した。こういうが、炎症陣営の人材の豊富さから来る強さを言い立てるのに対して、純育は、炎症陣営の人物それぞれの弱点をこと細かに明かした。 それすなわち、炎症群は、兵数は多いが軍法は整っていない。元料と文集の二枚は、イサムというより過剖による対象であり、策略を使えば一度の戦いで生け取りにできる。伝法は強情で上に逆らい、元優は貪欲で身持ちが収まらない。心配は、独断的で計画性がなく、法規は、向こう水で、自分の判断だけで動く。実際に200年。 建安五年の、勘渡しの戦いにおいて、順幾が言った通りの経緯を示した。元領と文州は、順幽の策にかかって敗れて殺された。伝法は炎章に気に入られず日本戦前に投獄され、元幽は、栄達が望めなくなったので、情報をもって、早々に投稿してきた。新敗と放棄は、軍内部の派閥争いを、深刻化させ、対戦後に三難炎章を擁立して、 援軍崩壊の直接の要因を作った。淳育自身は、官渡しの戦いにおいて、落葉と巨都の行政を仕切るために留守を務め、広報支援に徹していた。途中曹操が弱気になり、引き上げようかと遠極に淳育に図ってきたことがあった。淳育はこれに対して、幸運と劉法の兵論不足の話を引き合いに出し、退却したい、曹操の意図を理解しつつもそれに反対し、 必ず、炎章軍に返事があって曹操が奇策を用いる時が来ると励ました。果たして、炎章軍は内部分裂を起こし、曹操は奇襲をかけて炎章軍を敗走させた。201年、検案六年、曹操は再度の炎章との決戦に向けて、東なる軍の阿ら県で兵糧を集めたが、十分なものではなかった。曹操は炎章との決戦は諦めて、 慶州の流氷を攻めようかと考えたことがあった。純育は今炎章を叩いておくべきだと反対した。曰く、今、炎章は敗北を喫し兵士の心は彼から離れておりますゆえ、この困窮に付け込んで、このまま平定してしまうべきです。それを炎章に背を向け、はるばる、長江、関水の流域まで遠征されるとなると、もしも炎章が暫兵を集める巣の間を狙って、 背後の地に出撃してきたならば、公の派行成功の機会は失われるでしょう。炎章が病死すると、その子である炎章と炎丹の兄弟が対立した。曹操がそれに乗じて、黄河を渡って、炎氏を攻撃すると、炎氏陣営の高幹と、各炎が黄河東部から関西を脅かしたが、昭陽が、バトーラを率いて、これを撃破した。二百三年、検案八年には、 それまでの功績から万歳抵抗に封ぜられた。純育は実戦には従軍していないからとこれを辞退したが、曹操は純育の功績は戦場での働きに勝るものと考えていたため、あえてこれを受けさせようとしたため、純育もやっと応じたという純育別伝。曹操は二百四年、懸安九年に奇襲を奪取し、奇襲僕に自身が就任した。 ある人から古代の霊に習って、九州制を復活させてはどうかと勧められたが、淳育は天下が未だ安定していない以上、それは時期尚早であるとして、それに反対した。曹操は二百七年、県安十二年までには、遠家を滅ぼして、下北の大部分を勢力圏に置いた。淳育の一族である淳は、その遠征に参謀の筆頭として従軍し、 また、純育の兄の純広氏は、官軍行為に任じられ、奇襲の行を守備し、大いに活躍し、その功績で烈行に封じられている。純育の領有は千個増やされ、合計二千個となった。また、純育のこの純に、曹操の娘、安陽公主が後継いだ。曹操の純育、純友に対する待遇は手厚いものであったが、純育らは財産を蓄えるようなことをせず、 親類や縁者に配り、家には余罪は一切なかった。曹操は淳育を参考に推薦しようとしたが、淳育は淳優を使者に送り何度もこれを辞退したため、曹操はやっとこれを取り下げた淳育別伝。二百八年、懸案十三年、曹操は慶州の流氷を討伐しようとして、どのような策を取ればよいか淳育に尋ねた。淳育曰く、 現在、中原が平定された以上、南方は追い詰められたことを自覚しておりましゅう。公然とずつ、将に出兵する一方、感動図体に、軽装の兵を進め、敵の不意をつくのが良いでしょう。かくして曹操は出生、折しも竜が病死した。曹操は、順幾の計略通り、まっすぐにずつ、浜でをもむくと、竜氷の子竜宗は衆を挙げて、曹操の軍を迎え降伏した。 しかし、その後石壁の戦いで曹操は劉備に敗れ、退却を余儀なくされた、武帝二百十二年、建安十七年、東明らは、曹操の釈囲を進めて、国交とし、旧鈴の霊毛図を備えてその際だった勲行を、検証すべきだと考え、準備を進めていた。このような動きに対し順位は、従者の立場から、こう、曹操が義兵を起こしたのは、 本来朝廷を救い、国家を安定させるためであり、真心からの忠誠を保持し、偽りのない健常さを守り通してきたのだ。君子は人を愛する場合と国による利益を用いないものだ。そのようなことをするのはよろしくないと、曹操の腹心の中では唯一断固として反対の姿勢を取った。しかし曹操は次第に議校の救鈴を受ける意思を明らかにし始めていた。 二百十二年、懸案十七年、曹操は孫権征伐に赴いた。この時、曹操は、における軍の慰労に、純育を派遣するよう求め、純育は、時中、広六大部として不死を持ち、曹操の軍事に参画することになった。この時、弓が趣味であった曹飛と弓について談笑したという、文献記が引く、天論事情。曹操が、 ジュスまで軍を進めようとしたとき、病気となり、呪ュ,ュに残留した。そのまま有門のうちに死去した。50歳であった。送り名は、傾向。この死には、謎が多く、自殺とも言われる。義士春秋では、曹操から送られた器の中身が空だったために、その糸を、お前は盲用済みだと解釈した順幾は、服読自殺した、とある、器は、 空だったと正直に言っても、中身があったと誤魔化しても、主君を誹謗した罪を受けるため。また、検定春秋では、かつて、当初が殺害された時、副官から曹操への反乱をほのめかす手紙を送られたことを長期間黙秘しており、それが発覚することを恐れて、自己弁明まがいの告発をしたため、曹操から疎まれたことが縁因であるとも言う。 純育の死の翌年に曹操は念願の義行となり、その後義容に昇るが数年で病死した。その後曹丕は検定から定位の禅状を受け、皇帝となった。純育の死から八年後のことであった。純育の功績は極めて大きかったが、純友や商用ら多くの者が義の行進として曹操の病庭に祀られる中、純育が祀られることはなかった。 杯小氏はこのことについて、純育が晩年に曹操へ異義を唱え、義の関与を得ることなく亡く,くなったからと推測している。純育には、名が、後世に伝わっている男子が五人おり、上から、純、純運、純、純愚、純、純心、純、純義、純三といった。着手の純が曹操の三男である曹食と親しく、 曹妃が大使に立てられた後も信仰を変えようとしなかったため、曹妃からは心よく思われていなかったという。しかし、曹妃の妹の安陽公主が淳の妻であったこともあり、淳が若死にした後も曹妃はその子らへ特に長愛をかけていたという三国史義士。淳の子が淳偶でさらにその子が淳偶である。また淳には少なくとも西織、上から淳、淳寛、 順、順欲と言った。順には三子がおり、上から順単、順安子、順外、次は、茂げる白。進む職にも参加、順、順回、次は、茂る中と言った。また、順の子は純、順、順因、その子が、順数、さらにその子が純仙、順線、順間、さらに、順線の孫が、順白子となっている。末尾も参照。また兄。 純博の子が純章で、その子が純勇である。純人、純勇の家系については、本人の子を参照のこと。ちなみに、純育の自責は、他の同時代人物よりも、特に多かったためか、単独で列伝は立てられていないにもかかわらず、そのつての記述は、極めて多い。小説、三国支援儀においても、曹操の懐刀として登場し、ことあるごとに、 曹操に助言、策略を授けている。曹操の軍友時代には劉備に感触を与えて、見返りに、旅夫を打たせる、に、取らせり職の刑、かける頃の刑といった奇刑を編み出す。最後は、技巧作律をめぐって曹操と対立し、自害するという結末になっている。陳軍や公友は、淳育をその兄弟や淳友、淳悦らと共に、何時、 英地方の人物で彼らと匹敵できる人物はいないと称賛した純子家伝。同僚の商用は孔子の弟子の眼界の没後、それに匹敵する徳を備えた唯一の人物であると称賛した純育別伝。芝居は書物に書かれていることや遠方の出来事を見たり聞いたりはしているが、百数十年間にわたって、 純育殿に及ぶ牽祭は存在しないと評価した純育別伝。曹操は天使に上評する際に純育の炎症を滅ぼす時など数多くの計りごとはとても私の及ぶところではありません。先に可視され記録されました借位は純育のズバ抜けた功績にふさわしくありません。どうか彼の領有を個人並みにしてくださいますようにと称賛した純育別伝。また、 純正書類の人物鑑定は、時が経てば経つほど、ますます信頼に値する。世はこの世を去るまで忘れないとも語ったという、純育別伝。三国史の編者である珍獣は、彼と年長の老いの純友、そして帽子、各の三名を、同じ巻に収めている、三国史儀書巻十。陳珍獣の純育に対する評価は、純育は、涼しげな風貌と多さの風格。 さらに、宣言の命を備えていた。しかし、志を達成することはできなかったとある。三国史に注釈をつけた、敗将氏は、当時のような乱世を平和に導くために、早々に協力するほかはなかった。このことにより、漢は生きながらへ、民衆は救われたと絶賛している。また敗将氏は核に対して厳しい評価を与えていたので、順幾や順友のような人物を、 格などと同列に扱うのはおかしいと述べている。栄光は、曹光、曹操、淳霊君、純育、超等和田、超優は、皆、世に抜きんでた人物と思うが、と人に聞かれたとき、曹操など、そんなに大した人物ではないと答えた上で、文、和歌、純育は、長門に行くのが、市長、超優は、厨房で客を接待するのが、お似合いだと言った。 つまり、純育は、見てくれだけは、良いので、葬式の弔問にはぴったりだとからかったが、注射の敗昇氏は、他人の悪口ばかり言うことで評判だった。抵抗も、純育の風采の良さだけは認めた実例として、挙げているのである、三国士、純育伝が引く、平原抵抗伝。また、天略にも、純育は、風貌が立派であったとあり、陳樹の表にもあるように、その涼しげな風貌は、 内外で名だか,かったとされる。五感書の弊者である汎葉は、純育は、天使の性を敬い明らかにし、国難を急ぎ救おうとした。どうして乱にかこつけ儀に固くし、正道を違える計り事を成したと言えようかと評価し、有罪でなければ、乱世に苦しむ人を救うことができず、曹操が、こう高く勢い強ければ定位はおのずから、曹操のもとに移る。 純育の行き方と曹操の行き方とは両立し得ないものだった。そこで純育は正しい道を取り、自らを犠牲にして仁義を成したと論じている。この汎用の戦術姿勢について、真の長翼は、真珠が純育を疑心として立伝しているが、汎用が純育を関心として特に立伝したのは納得の行くものである、と評価する十二試作記末記録、純育伝。 当のと僕は、順位句は、義武氏、曹操に、演習を取ることを進めた際には、義武氏を、菅の構祖、交部になぞらえ、菅渡しで元に帰らず、踏みとどまらせた際には、これを、祖菅の戦いで、菅が勝ったことになぞえたのに、事業が成就するに及び、なお菅代に求めようとした。例えるなら、盗人に障壁に穴を開けさせ、棺を暴かせておきながら、 盗人と手を切ったようなものである。純育を盗人でないと言えるだろうか。と批判した、史実岩六66、漢期58、高根皇帝新建案十七年十月の上、芝光による引用。その芝光は、義武氏を、皇祖、高武帝、祖、漢になぞらえたのは、純育が実際に言ったことではなく、鹿の創作に違いないから、このことは、 純育の罪ではない。ギッタケ氏が、帝となれば純育は、助命の行進として、昇家と同じ栄誉を受けていたはずであるのに、純育はその理に甘んじることなく、身を捨ててまで名を求めたと都独に反論している。また柴光は、干末の大乱は、観光の頃よりはだしかったのに純育は早々に、天下の八割を収めさせた。その功は冠中を越えた。 漢中は呼吸に準じず、純育は漢に準じた。その人氏は漢中を超えたとも述べている、同情。石井人氏は、純育は、天下統一のため、天使でも利用しようというのだから、漢長の純真ではない、天下統一を目標とする純育が、赤壁の戦いでの敗北以降、なりふり構わぬ派遣の追求に向かう曹操に反対したことで、純育が切り捨てられたと評している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。